今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日年長さんでは小敵隊の衣装合わせの方を行いました。子どもたちに今日お衣装を着るよってお話しするともうすっごい喜んでいて、やったーってすごい喜んでくれたんですね。その姿を見て私もとっても幸せな気持ちになりました。でお衣装を着る前に着方の説明をホールの方で行ったんですけど、すっごい子どもたち真剣にもうこう前のめりになるぐらい真剣にお話を聞いてくれていて、で代表のお友達一人ずつグループ太鼓隊とか式場さんも来てもらって、ポンポンさんガードさんって来てもらったんですけど、もうすごいみんな素敵とかかっこいいって、もう幕が開くとうわーって歓声が上がるぐらいすごい喜んでいて、で実際に自分たちで着てみようってなったんですけど、やっぱりちょこっとボタンとかが小さくて、演じ服よりもちょっと小さいんで、こう頑張って一生懸命やっていて、でちょっとやろうかって言うと、いい、自分でやるって言ってすごい一生懸命やっていたりとか、ホールでもお友達と助け合いましょうねっていうお話をした時に、ちょっとお友達がボタンがずれていたりしたらこうだよってお話ししていたりとか、あとはこうつけられないって困っていたら、あ、つけてあげるねって言って協力している姿を見れてとっても嬉しくなりました。で子どもたちも小敵隊の衣装を着たことですごいなんか気持ちが高まったようで、もうこれからの運動会の練習もなんか頑張るって言ってくれたりとか、あとは運動会もすごい楽しみになったようで、私もとっても幸せな気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。